こうしたら OK。 あ、OK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 。 はい、あ、じゃあ、そうだった、携帯でやるんだった。15秒前。やべ、めっちゃ忘れてた。 BGM のオープニングなしでやろうと。さあ、音源使うの忘れておりました。8、7、はいよ、5、4、3、2、1。いやー、 BGM の準備を忘れておりましたね。はい、というわけで、ガトリングラジオでございます。余裕でさ、あれ、あ、全然あの曲流さないんで使わないっすよとか言ったけど、そういえばそうだった、 BGM があれだったわと思って。ごめんね、なんか音割れてるか、大丈夫かな。あ、音割れてる、大丈夫、聞こえる、みんな。はい、というわけで、 BGM がないとこんなに静かなんですね。あれ待って、ラインドどこやったかな。あ、これか、あったあったあった、あ、これ、あ、使えねえ、これどこだ、あ、待って、あ、まあいいや、まあ、今日はもうね、ノー BGM でやりましょう。はい、いけます。ノー BGM で、CM も流せないというね、こんな感じでやりたいと思いますね。今日はこれで許してくれるでしょう。はい、大丈夫でしょう、きっと許してくれると思います。はい、というわけで、ガトリングラジオでございます。完璧にね、もう忘れてましたね、あの BGM が使えないことに。2月22日木曜日20時になりました。めっちゃ LINE のやつ、あったあったあった、うわ、助かる、救世主だ、来ました、 BGM これで来ますよ、これ。はい、ね、今からちょっと探すから、ちょっと待ってて。はい、あたぬきからでございます。ガトリングラジオでーす。 B スタジオの方でですね、やっておりますので、ちょっとね、あの、ちょっとあれなんですけど、もうこんなあれは、これ別にいらないんじゃないか、このヘッドホンなんかも、ヘッドホンもいらないんじゃないか、ここ皆さん。さあ、焦っておりませんよ、大丈夫ですよ、全然何も、もう何食わぬ顔でやっておりますけれども、本日もメガネでございますね。はい、もうコンタクトがね、あれなんですけど、一応なんかね、やっぱね、コンタクトね、あのカラコン買ったんですけど、なんかちょっとあんまり合わないなみたいな、なのでちゃんともうちょっと上等なの買おうかなって思いました。そう、またそうだから、それ忘れてたから、結局あのね、あれをやってないんですよね。はい、オープニングどこ行った、ね、オープ、あ、あったあったあった。これね。はい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 。はい、これこれこれ。はいはい。来てる？あ、来てるわ。お届けしたいの。これ、よかったよかった。そんな感じで、はい。なんかね、聞こえないんですよね。あ、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 あ。なんか後からツイキャスから音が聞こえるから変な感じがするんですけど、一応音は聞こえるから OK ですね。はい、そんな感じですいませんね、ちょっとバタバタいたしましたが、ガトリングラジオでございます。カメラアングルに気を取られすぎて全然もう BGM のこと忘れておりました。はい、でびっくりした、もう2月22日なんだってことにびっくりしましたね。私3月の前半ぐらいに東京行くんですけれども、全然遠いなと思ったんですけど、全然そんなこともなかった、すぐ来たね、すぐ東京行く日が来た。まだ来てないけど、来るなと思って。怖いですね。で、今日はお仕事やってきて、で、友達とご飯食べて、虫がいて、今ね、今虫がいたから今こう、左手で払って、で、ちょっとだけ休んでラジオ来たって感じなので、めっちゃ疲れてます。こんにちは、疲れてますよ。みんなはどうですか？最近お疲れですか？結構さ、みんな風邪ひいてる感じがするんだけど、大丈夫かな？私もちょっとね、風邪するんじゃないか、大丈夫かって思ってるんで、ちょっとなるべくね、休みたいんですけれどもね。まあ、休む時間はない。はい、ないです。まあ、なんかスケジュール毎日埋まってるからさ、その丸一日、埋まってる、丸一日なんか空いてる日みたいなのを作らないといけないなと思ってるんですけど、あー、高尾さんも残業続きで嫌だって感じですね。大変だね。グレトモさんこんばんは、こんばんは。いや、いいっすね。一応、昨日ね、マイク大丈夫これ。あ、あ、あ、割れてない。昨日ね、2時間のラジオ、アジラジをやったからね、もう喋ることがないし、疲れてるんですよ。本当だったらね、だから第3木曜日休みてーっていう気持ちはあるんですけどもね、まあ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 ね、こっちがね、ラジオメインだから、こっちのこと考えないといけない。スポンサーもいるっちゅうのにな、って感じなんですけど、高尾さん、今年の7月に沖縄に引っ越します。ほら、そうなんですか？ほら、ほら、ほら、いいっすね。え、高尾さんってもともと沖縄とかなんですか？ではない。なんで7月に？なんか理由があるんですか？うん。グレタマさん、マグロと同じ？何が？なんでマグロ？
え、マグロって私好きなキャラクターでいるんですけど、あの、ぷよぷよのキャラクターでマグロってやつがいるんですけど、そいつのことかな？どういうことかな？メガネ、メガネじゃないけどな、あいつ。え、なんだろう？何に関して？あー、瀬川さんかな？どうも、こんちゃーす。あ、完全復帰沖縄に帰りま、あ、戻る。あー、そうかそうかそうか。もともと沖縄か。なるほどね。お帰りなさい、まだだけど。7月ですね。ちょうど私の誕生日の月じゃないですか。いや、狙ってきたのかな？なるほどね。あはー。はい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 。あ、くろみちゃんいただいた。誰かな？くろみちゃんいただいたんですけど。待って、名前が見えないんだよね、ちょっとね。ちょっとね、今日というか、もう2月中とかはね、あれだね。なんかこの、あれ、わかる？この画面が小さいから、ちょっとね、誰からもらったのかちょっとわからなかったんですけど、ありがとうございました。すいません。あ、なるほどね、グレータモさん。止まることができないっていうことでマグロかって。あ、なるほどね。はいはい、そういうことか。待って、上原しかわからない。上原。下の名前がちょっとわからない。あ、な、ずかさんだったか。あ、じゃあ、ありがとう。ありがとうございます。じゅんじゅんって呼んだ方がいいの？こっちでは。わかんないですけど。ね、軍資金を稼がないとね、笑い、高尾さん。いやいや、いいんですよ、別に。ね、7月多分なんですけど、またアニバコでね、私の生誕祭をやると思うので、本当はやりたくないんですよ。本当は、もうプレッシャーがやばいから、言うたら結局2回やってるんですよ。この2周年だからね、アニバコが。今3周年目行ってるので、今年で3回目、私の生誕もやるってことになるんですけども。いやー、怖いですね。ほんとね。1回目の生誕と、まあ、2回目の生誕は、やっぱ2回目の方がみんないっぱい来てくれたんですよ、人がね。だけど、2回目の生誕、後半がめちゃくちゃ静かになったから悲しかったんですよね。おーチョロリーさん、昨日も引き続きありがとうございます。そして、英国ロリ太郎さんもお晩でございます。お疲れ様でございます。いや、ちょっとね、もう後半の方にしようかっていうのと、まあ、なんだったらこのね、あれですよ。キャンさんにもまた相談したんですけど、いつ言うかみたいなのは言ってないんですけど、ちょっと、来週かね、ちょっと皆様にご報告があるので、ちょっとね、はぁ、匂わせをしていきたいと思います。はい、何でしょうね。何を言うんでしょうね。あ、D-Mal さん、こんばんにゃー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 ですね。猫ですね。これはでも、チップとデールじゃなくて、なんだっけ。トムとジェリーの服なんですけど、背中にトムがいるから、にゃーにゃーにゃーじゃないんですよね。あ、トムじゃない。ジェリーがいるから。トムが猫で、ジェリーがネズミですよね。トム、ジェリー。今日のこの服とさ、ちょっとメガネ合ってない？合ってるくない？合ってるくないですか？いいな。水曜日、昨日のラジオで言ったんですけど、一昨日髪切ってきたんですよっていう話をね、してて。で、だから毛がね、ちょっとね、落ち着いたかと思ったんですけど、私の今日の髪の毛の乾かし方のせいで、まあ、相変わらず広がってるんで、どうしたら髪の毛の広がみが抑えられるのか全くわからないんですけれども、まあ、そんなことを、思いながら、今日もですね、今日も来ました、こちらに。高本さん、ナイスコーディネートありがとうございます。ひふみさん、わたぬき、こんばんごっくんちょ、ごっくんちょ。マスターは、この後のひふみズバーのオープニングで重大発表するで。あれか？もしかしてあれか？それか？それともそれか？いや、それはわからないんですけど、一体何を言うんでしょうね。お互いに、まあ、重大発表をするということなんで。はい。私はもう、あれ、来週でいいかな。あ、まあ、別に決めてないからさ、別にいつでもいいんだけどさ。まあ、なるはやの方がいいかなと思うんですけど。まあ、できたら、まあ、ね、さ、3月で行った方がいいと思うんですよ。3月頭で行った方がいいのか。いや、別に来週でもいいとは思うんですけど、まあ、わかんないんで、いつかな？出家するか。最高、ん？最高運転なんか、私、バツイチみたいになってますけど、全然違いますよ。そう、髪切った重大発表みたいな感じかな？わかんないけど、みんなにはまだ。いつ、言っていいか確認するのさっき忘れたから言えないんですけど、まだ。まあ、ちょっと、なんか、私の今後の、方向性みたいなので、ちょっとこうしますっていうのが、ちょっと、決まったので、これを皆様に報告しようと思ったですね。うん。あ、重大発表の方か。あ、ひふみさんの重大発表のことは、出家するか再婚か。ああ、なるほどね。ひふみさんのね。再婚か。へえ。じゃあ相談してほしかったな。話聞きたかったな。はい。で、ひふみさん、今日私水あるので大丈夫ですよ。お水がございますので大丈夫です。さっきあれですよ。時間ギリギリじゃなく普通に来たから。お水を買う時間があったんですよ。素晴らしいですね。早っ。もう9分経ってるんだけど、怖いんだけど。ちょっといつもよりね、このオープニング流すのが2分ほど遅れたからね。おそらくこの2択か。なるほどね。ワンチャンあるのではないでしょうか。さあ、BGM 変えていきましょうね。
とね、こっちにしようかな。どれにしようかな。あ、こっちにしよう。はい、こっち。OK。まあ、いつも通りですね。特に何も変わることはなくって感じなんですけれども。そう、ね、まあ、一応来週も言うんですけど、一応、ちょっとアニバコのスポンサーがちょっと今月いっぱいになるっていうことで。なので、ちょっと、今日と、来週。で、アニバコの CM 聞き納めって感じで、よかったらですね、耳をかっぽじてよく聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。で、本当はね、今日やりたかったんだけど、私がね、ちょっと全然バタバタで準備できてなくって。なので、一応来週最後だから、ゴマすりのコーナーで、ちょっとベンジャロンも一応ね、もちろんあれなんですけど、スポンサーさんでやって、いただいてるんですけど、ゴマすりコーナーの時にね、ちょっと、うちのオーナー、比嘉さん、アニバコオーナーのね、と、話してるインタビューみたいな感じで、今日はありがとうございましたみたいな感じで、録音して、それを流そうかなって思ってるんですよ。まあ、間に合わなかったらできないんで、はい。間に合わなかったらできないんですけど、一応今の段階ではやろうかなって思ってるから、はい。だから、やろうかなって思ってます。だから、うちの、アニバコのオーナーの声が聞けます。ほんとはね、ラジオ呼んだ方がいいんでしょうけれども、まあ、私基本的にラジオゲスト呼びたくない人だから、だからもうね、かといって気まずいじゃないですか、比嘉さんがここに来るのもね。あー、からこんばんは、タミーさん。なんか声違うけど、喉やばいのかな。どうだろう。なんだろう、喉ちょっとイガイガはするんですけど、多分なんだろう、マイクの違いかな。ビースタだからかな、多分。お茶ありがとう。誰からなのかわからない。あ、リュウリュウじゃねえ、これ。リュウリュウだ。リュウリュウお茶ありがとう。リュウリュウ気負ったな。多分ね、ちょっとね、マイクの音質的なあれなのかな。ビースタだから、ちょっと音が割れてるように聞こえるのかもね。そう、ノイズかもしれない。っていうのと、まあ普通にちょっと私も声ガラガラの可能性があるので。なんかいい声で喋ったら。あ、でもこれでもダメだ。ガラガラしてるやつだ。ダメだ。じゃあ今日は、今日というか、ビースタでやってる最中はもうこの音でよろしくお願いします。もうこの声が私の声ってことでよろしくお願いします。さあ、すでにもう11分経っているんですけど、今日何の話をしようとしたのか忘れちゃった。まあ、基本的にさ、第3水曜日はもう喋りたいこと昨日喋ってるからみたいな感じであんまりないんですけど、今日じゃあ、今日あった話するよ。二択？高本さん、そうだ、機材の影響かもしれないですね。グレダモさん、二択？オカマバーにする？ぼったくりバーにする？だったらオカマバーにするよ、さ。なんでぼったくりバーを普通に入れてくる？そう。今日ね、仕事した後に友達とご飯行ったって言って話をしたじゃないですか。普通にね、ラーメン食べたくって、友達に LINE して、今日何してるば？つって。で、2時ぐらいまで予定あるよ、って言うから。私、二時上がりだからさ、その後飯食いに関係、みたいな話をしたら、あ、じゃあご飯行こう、みたいになったんですけど。で、ラーメン食べに行こうってなって、ラーメンじゃあここ行こうね、みたいな。ここが美味しいからここ行こう、みたいな。あ、いいね、みたいにしたんだけど、実際に、落ち合ってみたら、なんかめちゃくちゃ気分が変わって、お好み焼き食べたくなって、私が、ごめん、ちょっとお好み焼き食べに行くんかなって、変わったんだけど、つって。で、お好み焼き食べに行ったんですけど、で、その後に、お好み焼き、今言った2枚と、もんじゃを食べて、で、満足したと思いきや、なんかまだ入るな、みたいな。なんかまだ食べたい、今日。めっちゃ、なんか今日食べたくないみたいな。食べたいね、みたいな。なんかクレープ食べに行かんか、つって。で、ちょっと前行って美味しかったところがあったから、そこ行ったんだけど、閉まってたわけよ。で、閉まってて、どうしたらいいの私のこの、消化不良みたいな感じを起こしてるって。なんか食べたい、なんか草食いたい草みたいな。クレープサラダのやつが食べたかったわけ。サラダのクレープが食べたかったのになかったから、あーどうしよう、なんか食べたいなーってなって。で、なんか、じゃあ、近くのスシロー行って、味噌汁を飲んだっていう。味噌汁だけ味噌汁と茶碗蒸し食べて帰ってきた。寿司食べんかった。だからスシローでね、本当にお会計1000円ぐらいになったっていうね、大変申し訳ありません。一席使って寿司食わんかったっていうことに関しては申し訳ないと思ってるんですけれども。まあ、お好み焼き食べた後だし、そこはもう許してほしいかなと思うんですけど。ただ私味噌汁2杯飲んだからそこは許してほしいですね。私がその追加の1杯を飲まなければ、お会計800円くらいになってたから。だから、私が追加でね、200円のね、味噌汁飲んだことによって、1000円になったから、いいのではないかと思っておりますね。さあ、なんかコメント来ておりますけれども。そう、美味しいの食べたんですよ、今日、タミンさん。あ、猫の日か。
今日猫の日か。だからか。だからニャンニャンニャン言ってたんだ。はっ。猫の日なので、猫には何か美味しいご飯あげましたかって。あ、ちゃんとあげてないですね。ちゃんとご飯だけあげてきました。ちゃんとご飯だけあげた。TMR さんニャーって言ってる。心折り太郎さん、重大発砲お好み焼きにしよう。1000は。グレタマさん、北海道ラーメンも好き。北海道ラーメン、味噌ラーメンってことかな。味噌ラーメン好きですよ、私。ライカムにあるフードコートの、フードコート、ライカムのフードコートにあるラーメン屋が好きです。味噌ラーメンの。結構ね、がっつり系の感じなんですけど、これが美味しかったですね。沖縄さん、ヤッホーこんばんかな。ヤッホー、昨日もありがとうございました。そんなことはにゃーって言ってますけど。ゆるたまさん、埼玉ならそこら辺に生えた干し草ある。いや、干し草か。まあまあまあな、まあまあまあ。ナミさん、チームって。リュリュ、ペンネーム、ゴリアテ。カナさんの一番好きな寿司ネームは、寿司ネタは何ですか？全然リュリュって呼んじゃった。ごめんな。ゴリアテから来ました。ゴリアテ！よ、ゴリアテ。お前、内地に住んでるんだってな。ウゲラナさん、いや、こちらこそありがとうございます。私サーモンですね。もうサーモン一択です、サーモン。もう、サーモン。サーモン、白子、あんきも、みたいな感じですね。で、そこに、まあ、味噌汁とか、サイドメニューのラーメンとかを食べるのが好きです。なんか、カニ味噌とか、そういう系のさ、がいい。坂本さん、サーモンじゃない。左にもんじゃなくて、サーモンね。カタカナでサーモンですね。鮭で、サーモンが好きすぎて、もう、アーボーじゃないわ、アーボックやないか、俺ら。サバ？なんで、鮭？あ、そう、鮭、そう、鮭、鮭。なんですけど、まあ、クマじゃないからそのまま行かないですけど、まあ、サーモンですね。だから、このサーモンのさ、さばいてる動画とかもすごい見ちゃうぐらいサーモン好きなんですよ。で、あれだ！その、あれもある、好きなんですよ。あら汁が超好きなんですよ。だから、このあら汁があるところもあるし、ただ、ちょっとあれだよね、スシローとかにはないんですけれども、パルコとかに入っている、パルコとか、あとはアップルコープとかに入っている寿司屋さんのところの方にはあら汁がちょっと売ってたりするので、もうこれってめっちゃあら汁大好きなんですよ。去年のアニバコの生誕祭では、私が作ったあら汁をみんなに提供するっていうことをしたぐらいあら汁が超好きなんですよ。いやーでも今年の生誕まだね、遠いと思ってたけど、あと5ヶ月後ですよ。5ヶ月後に私30歳になっちゃうの。おかしい。ああ、おかしい。でも30歳になったら私もだんだん戻ってくからさ。25まで戻るわけ。30行ったら29、28、27、26、25になって、25からまた26、27、28、29、30になるから、大丈夫。いける。まだいけるよ。まだその時じゃない。アラブルアラジュル。TMR さん。早口言葉やつさ。ウロコダーキーさん。ん？さんも？じ？え？ゆり何言ってるかわからん。ごめんな。中場さん、25からそう30。こう行ったり来たりするんですね。グレタモさん、味噌ラーメンの素は北海道で豚汁に麺入れた。あ、そうなんだ。へぇ。でも豚汁も好きだよ、私。やべ。やべ。そろそろだな。そろそろ CM 入れないといけないやつやさ。この BGM が終わったら、CM 入れましょうね。ドゥッドゥ。ドゥッドゥ。ドゥッドゥ。いや、BGM 歌うなよって話ですけどね。はい、じゃあ、ニバコの CM から行くでござるよ。行くでござる。アニバコの CM でございます。はい、行きまーす。オタク話に花咲かせたいそこのあなた？アニバコって名前も、オタク女子たちと趣味の話で盛り上がれるアニソーバーが、ヤフソ通りにありますよ。月曜日から木曜日は20時から26時まで。金曜日と土曜日は21時から27時まで。日曜日は定休日。さあ、気になったそこのあなた、アニバコにレッツラゴー！グリーンカレーとか、ガパオライスとか、タイ料理食べたいな。今、タイ料理と言いました？タイ料理ベンチャロンでは、無農薬野菜やハーブ、米油など食材にこだわったタイ料理を、タイ出身のベテランシェフが現地の味でお届けします。ギノはタイ料理で検索。さあ、相変わらずですね、先週と同様、まあ、普通にね、データを移し替えるのをずーっと忘れてたので、はい、ちゃんと忘れてたので、はい、ごめんなさいね、すいませんでした。なんですけど、
はい、ごますりのコーナーでございます。この時間はたぬきが、スポンサーの2社にごまをする時間帯でございます。BGM がありませんのでこちらので BGM でさせていただきたいと思います。全然ごまする感じの BGM じゃないのでちょっと早口でお送りしておりますけれども、いつもはスロータイムなスローな感じでね BGM やっているんですけれどもね、ごますっていきましょう。皆さんいいですか？ごまをする準備はいかがでしょうか？大丈夫ですか？来てますか？はい、そんな感じで2社ですね。まずアニソンバー、アニバコでございます。私の職場でもございますアニソンバーでございますけれども、いやー最近ね、あの2月10日にですね、うちのオーナーと、うちのキャストのですね、あの合同の生誕祭が終わりまして、いや賑わったらしいですよ。私はもう出勤できなかったんですけど、はい。でまあね、基本的に今こんな感じでね、定期的にも毎月イベントをやるっていう感じなのでいろいろやっているんですけれども、次回のなんかイベントとかってなんかあったかな。まあ、基本的にもアニバコ、あの女の子のキャストさん募集しておりますので、もし気になるよって方がいましたらですね、あの全然もうあのアニバコのねツイッターの方に応募かけていただいて全然大丈夫ですので、よろしくお願いします。あ、そう、最近のイベント。ね、2月25日、日曜日にですね、あの、2周年の時に、あの、シャンパンを、あの、2周年限定のシャンパンがあったんですよ。そのシャンパンを開けたら、オリシャンの特典みたいな、その、オリジナルシャンパンの特典っていうのがあって、その、イベント決定権っていうのが、その、当たったんですよ。その、侍さんっていうお客さんが。ね、その方が企画した、その方が出たアイドルマスターめちゃくちゃ好きなんですよ。なのでそのアイドルマスターのイベントを25日日曜日にする予定でございます。私は出勤いたしません。よろしくお願いします。近々近くでは25日のやつが一番近いのかなと思うんですけれども、それ以外なんかあったかな、イベント。あのうちのオーナーがどっかのお店に出張するみたいなイベントもあるんですけど、これもまた3月ぐらいになったらちょっとね告知すると思うのでよろしくお願いします。で、というのと、私の次の出勤は土曜日となっておりますので、もしよければよろしくお願いします。そして、タイ料理ベンジャロンの方もですね、私、まあ、たまにヘルプで入ってるっていう感じのお店なんですけれども、めちゃくちゃ味うめえので、本当に食べてください、本当に。タイ料理といったらですね、イメージとしてはですね、まあ、パッタイ、グリーンカレー、ガパオライスみたいなのがメインであると思うんですけど、皆さんの頭の中にね。ランチ、お得なランチセットですと、あったのがね、あったのが確かね、パッタイ、グリーンカレー、カオマンガイという、カオマンガイと鶏肉の上に、鶏肉が乗ってるやつ、うめえやつ、と、ガパオライス、エビ入りチャーハン、タイフォースープ、トムヤムヌードルみたいな感じでちょこちょこあったような気がします。そこの中から、小さくして、その小さいサイズにして、2つ食べれるよみたいなセットとかもあったりして、これがですね、1個だけのセットだったら1500円。で、そのハーフハーフのセットだったら1750円でございます。よろしく！はい。皆様、よろしくお願いします。とても美味しいので、本当に味が充実した、大層良いお店でございますので、よければ。で、基本的に、火曜日が定休日となっておりますので、そちら間違えないように。で、ランチもディナーもやっておりますので、よかったら皆さんね、食べに行ってくださいね。私もね、たまーに食べに行ってたりするんで、もしかしたら遭遇するかもしれません。よろしくお願いします。パッタイ食べたい！もうパッタイ美味しい！マジで美味しい！CM でもね、ちょっとぶち込んで入れてるんですけれども、バンコク出身ので、タイ出身のね、ベテランのシェフ、いろんなところで、シェフやってきたレストランとか、いろんなレストランとかで、タイのレストランだったり、海外、どこか忘れたけど、の方でなんかレストランやってたりとか、って感じでいろいろやってた方が今作ってるので、めちゃくちゃうまいっすよ。本当に私、パッタイこっちのベンジャロンの食べてから、私他のパッタイちょっと食べれないぐらいになってる。マジで。他のももちろん美味しいと思うんだけど、私の視野が狭いだけかもしれないんだけれども、特別してるだけかもしれないんですけれども、マジでうめえから本当によろしくお願いします。去年の7月ぐらいにはですね、揚げ揚げ飯の方にもね、ちょっと取材されてですね、カチコチになった、うちの店長が喋っていたので、もし YouTube とかでね、見れるんだったらよかったら見てみてくださいね。美味しいのでよかったらよろしくお願いします。うん。パッタイ食べてみたい。今度夏以降に行きますね。高坊さんね、そうね、夏、7月にね、沖縄に移住するって感じですからね。お待ちしておりますよ。で、この後はですね、まあ、ひふみさんがなんかゲスト呼んでるっぽくて、外でなんかぐじゅぐじゅしてるんですけど、楽しそうですね。いいですね。で、今日さ、久しぶりにさ、てか1週間ぶりなんだけどさ、FM ギノアに来てみたらですね、ドアがついてたの。すげえ感動した。ドアがついてる FM ギノアに、もともとついてないみたいな感じなんですけど、ちょっとね、新しい、ちょっとね、何、スタイリッシュな感じの、黒とかだった気がする。スタイリッシュなドアがついてて、ちょっと感動したわけさ。ふわーって、どこでもドアーっていうのがね、ちょっとあったんですよね。あ、なるほどね。
そして、ベンジャロンの方ですね。綿貫さんの味覚を信じていきます。いや、マジで、いろんな友達連れてったんですけど、めちゃくちゃうまいってみんな言ってたので、最初だったら、まあ、パッタイグリーンカレーとかをおすすめするかなって、めっちゃこの中にね、虫がいるんですよ。まあ、私も今戦ってるんですよ、虫とね。今、左手で虫と戦っているんですけれどもね、なんか、後からね、開けてね、逃がしておきたいと思います。ここで殺されるのはかわいそうすぎる。お前にはまだ道がある。頑張れ。って感じで、おい、笑わないより、笑っとるやないか。真顔で言ってんだろ、どうせ、笑って。クソがー。っていう感じなんですけど、まあ、リュウリュウは私の友達だからこうやって口が悪いだけなんですよ。皆さんにはそんなね、そんなね、口の悪いこと言いませんので、本当に大丈夫ですからね。というわけでですね、あと1分ぐらいなので、ちょっとまだ告知というかあれなんですけれども、なんでよ、笑っとんのかい。顔乗せてもいいぐらい笑ってた。じゃあ、後でお前顔乗せとけば写真と LINE 送っとけば、どんだけ笑ってたか私の奥で。どこでもドア、綿抜きかな一緒。違います。違います。どこでも綿抜きでよろしくお願いします。あ、待って、50秒ぐらいしかない。ね、うちの兄貴がですね、今月末までの、クラウドファンディングをやっているので、999本のバラっていう映画が、うちの兄貴が作ってるんですけど、それのクラファンが今月いっぱいなので、もしよかったら皆様、ラジオとかでも、ね、昨日のラジオとかもちょこちょこ行ったんですけれども、もしよかったらですね、ご協力の方よろしくお願いします。今月末までとなっております。私もちょっとね、コロッと出させていただく予定なので、3月ね、東京行った時に撮影する予定でございます。もしよかったらですね、皆様、興味があればですね、よろしくお願いいたします。という感じで、本日もガトリンガンズはありがとうございました。この番組はアニソンバーアニバコ、大量リベンチャーの提供でお送りいたしました。来週も多分、ビースタから、ここからお送りしますので、BGM をちゃんと載せておきたいと思います。お疲れっす。お疲れです。最後のね、最後めちゃくちゃ喋ったな。なんか来た。あー、チャラメンさんありがとうございます。いっぱい来た、なんか。ありがぽん。ありがぽん。お疲れちゃん。ありがとうございました。これタップしたらなんか動いたりするの。あ、消えた。あ、待って。タップしたらなんか。キャンさんに音声の調整を依頼してみては。ちょっとまあ聞いてみるよね。ちょっと聞いてみる。ちょっとね、音が結構ね、あんまりよろしくないかもね。ちょっとね、言っとくね。ありがとう。お題待つ。気持ち悪い言い方しちゃった。何これ。待って。お、画面横にできる。すげえ。このサイズの iPad でずっと見てたので、ちょっと文字がね、みんなのね、追えなかった時とか。あ、私の時は、高橋さんの時は工事現場の音のように割れていた。あらららららら。あら、皆さんさん、カナさん、リサナメさん、コマカトリング、第2天空スタジオからの生放送お疲れ様です、でした。ありがとうございます。ラジオの方は終わりましたが、あと2分ぐらい喋る予定でございます。はい。来週にしよっかな。来週ちょっと、まあ皆様にご報告という感じでやらせていただきたいと思います。お前待って、なんかふざけてるみたいになっちゃう。ふざけてないんですよ、本当は。確かにちょっと喉カラカラしてるかもしれないな。それプラスちょっと音質の、あれもあるからね。ちょっと後からね、この、あれ、キャンさんにちょっと声かけてみようかな。沖縄大好きさんお疲れ様、ありがとう。いやー、ほとんどもね、メガネかわいい、ありがとう。メガネなんですよ、実は。実は目が悪いんですよ、私。このメガネ、オンデーズでございますね。ずっと言ってるんですけど。オンデーズのメガネでございます、本当に。買い物してる最中に、まあ、本当にね、逆にでかくて逆にいいかも。声でかくてか。マジで。今から大きい声出します。うるさいと思う方はですね、音をね、下げてくださいね。いきますよ。でかい？はい。でかいか。いいね。ナイス。あ、待って待って、充電のやつが取れちゃう。え、待って、充電のやつなんか。すっげえ動くんだけど、怖いんだけど。待って、こうしたいわけさ。違うわけ、こうしたいわけよ。なんで分かってくれないの、もう。なんで分かってくれないの、この iPad。許せねえ。はい、ここ取っとこうと。はい、これ取ってきますよ。はい、これ取って。はい、LINE もやって。はい。インパクトしかないからね、ほんとに。インパクトと癖で言ってるからね、ずっとね。あ、もう終わりますよ。なんでこのタイミングで水飲むねんって話だけどね。ありがとうございました。エビー。